遺蔵写真、小野画堂大正11年12月6日は、駿河国生まれの書家。名は、のすけ、字は、ま金、画堂は豪王。別号を書く花を大きな、書く花小主人という、書く花の者に流居の道号もある。老英明治、大正の金書道会を代表する大家で、現代の金書道の基礎を築いた一人である。平安期の総画名を規定として、 独自の流麗なスタイルを暗出し、その書風は、画道流と称され多くの門弟を得た。また、各花会を創設し、この組織をもって、普及に努めたため、婦人たちで修士をする者はほとんど画道流を、習うという盛況を現出した。文久二年駿河国藤枝塾に、田中藩士の武道師藩、小野正門生命の長男として生まれる。学問に没頭できる家系であったが、 早くに父と死別したため、上京して苦学実行した。成瀬せ大域に関石、小中村清則に国学の教えを受け、後に大倉省の書記となる。書は和洋の古筆、名石の研究を独学で続け、書の現役を広めた。明治23年に参上な指導、東久瀬築帝などにより、何話遣いが創設され、 今日の金書道の基礎を形成する上に大きく貢献した。当時の金書道における重要な人々はほとんどこの何話遣いに属しており、これらの人々との交流や古典研究の門戸が開かれた。画道は明治23年各花会を創設し、後に書道雑誌各花の友を創刊する。当初、各月間だったがすぐに月間となり、 その後、書道研究各花の友と解明した。内容は、画道筆による漢字、花の手本、競技書成績などがあり、今日の教書雑誌と同じ仕組みの記載になっている。大正9年画道が時代を託した三男、正画が26歳で休止した。そして、その2年後、画道は60歳で没し、各花会は4男、聖画が後を継いだ。その他の男子に、 鹿島建設元副社長の小野武氏がいる。画道の主な門弟には中村俊道、高津家畜道、上群番集がいる。ありがとうございます。